はい、こんにちは、ジュリアです。ガード開封動画107回目は2015年発売バイスクルビオラです。キックスターターのクラウドファンディングでコレクタブルプレイングカードから発売されたバイスクルです。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルビオラで、横面がユナイテッドステーツプレイングカードカンパニーエアクッションフィニッシュ、反対側がビオラ、上面はデザインのみで文字類は書かれていません。でクロージャーシールはビオラオリジナルになっています。でこれがバック面ですね。で下面がバーコードとコレクタブルプレイングカードのロゴ、 USBCC アーランガー KY 製でリサイクルマークが入っていて、デザインドバイジョニーワームと入っています。これなんかよくねコレクタブルプレイングカードの時に出てくるデザイナーの人ですね。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。お、横フラップにもデザインが入ってますね。こちら側がバック面なので、こちら側が表面ですね。ジョーカーからです。ジョーカーが色違いのジョーカーになっていますね。で、これがオリジナルデザインのね、ビオラのスペードのエースです。インデックスとフォントの方はいつものスタンダードのバイスクルよりも細長くなっていますね。で、絵札のカードがビオラ色で、デザインもね、いつものスタンダードと全然違いますね。クラシックなタイプになっています。なかなかかっこいいですね。でこれがダイヤの方の絵札のカード、全部オリジナルみたいですね。これがクラブの絵札のカード、全部ビオラ色になっています。お、クラブのピップスはなかなか変わった感じになってますね。細長い枝みたいになってます。でハートの絵札のカード、でハートのエースです。ダブルバックカードが1枚、コレクタブルプレイングカードのロゴのカードが1枚、最近のスタンダード54枚、最近のスタンダードよりも4枚分厚みがあります。スペインの方はいつも通り品質がいい感じになっていますね。弾力の方は少し固めのカードになっています。それではファルを入れたいと思います。あ、ちょっとねファルが入りにくいので混ぜますね。はい、混ぜました。もう一回ファルを入れてみます。入っていきますね。混ぜるとファルは入りやすくなります。はい、バイスクルビオラを開封しました。どうもね、これキックスターターの下のこの紹介の部分を見ると、王族が着ていた服がこの紫色で、でねここにちょっとある、これビオラの花っていうがあって、これと王族の紫色のコーティングっていうねいうのがこのバイスクルビオラのコンセプトみたいです。というわけでジャンル分けしたいと思います。性能の方は最近の KY 製のスタンダードと同じく、品質の方はいいんですが、トライショナルカットかどうかがわからないんですが、ファローの方が入りにくいので混ぜると入りやすくなります。それではジャンル分けいきます。ジャンルの方はコレクタブルプレイングカードのメーカーコラボ、王族の紫とビオラの花のコンセプトデザインで、これね結構ね最近品薄になってきて、どこのショップでも売り切れが続出しているので、レアレックコレクションです。バイスクルビオラでした。
よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。